元 d n a の高木豊二が28日、自身の YouTube チャンネルを更新。借金27で最下位にあえぐ中日について言及した。高木氏は、中日の低迷が続く原因として、外野手が何十人負ったんのかな。で、内野手がいないという、と外野手に偏ってきたこれまでドラフト戦略の失敗を指摘した。 同じくパ・リーグ最下位の日本ハムについてはこいつが育ったら向こう10年大丈夫っていう素材がいるセミアだってそうだし万波だってそうでしょう磯畑なんて一番バッターに育ってくれたら足はあるし特徴があるでしょうと将来有望な選手が揃っていると説明「昼返って中日は素材的にはすごくいいんだけど特徴が薄いんだよ」 何が売りなんだろう、そこら辺でもドラフトのあり方を考えた方がいいと疑問視したまた立浪監督の采配についても注文をつけたファンが「結局何やりたいの?」っていうことになってくるとファンは先が見えなくなってしまうからファンに先を見せてやるような傭兵だとか采配だとかをしてほしいと将来へ希望の見いだせるような采配を要望した 立浪監督が以前高木氏の YouTube にも出演したこともあり応援してるんだけどとしながらもこの立場だと嫌なことでも言わなきゃいけないだよねと話した続けて立浪がここに座って解説席に座って現時点の中日を見た時に何を言うかというのを考えてみたら答えは出やすいと思う俯瞰で見た方がしがらみとかいろんなものを取っ払って 俯瞰で見るそうなった時にどういう解説をするかっていうことを考える。とちょっと変わってくると客観的な視点が必要とアドバイスを送っていた私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです「ガイアがあまりまくったのは一昨年のドラフトとその前後の補強だよな」 2021年は大島以外のレギュラーが不在だったこともあり、シーズン中に加藤翔平をトレードで獲得、オフにはブライト、宇海、福本と一度に3人も大卒右打ち外野手を獲得、翌シーズンも後藤俊太を緊急トレード、軍司は外野挑戦と、これでもかと手当てした結果、今のベンチは外野手が5人も待機している状況。 逆に二遊間は強打、阿部、三ツを出して竜アとルーキーがスタメンを張る想定。特にショートは竜アと田中だけなのに田中がシーズン前に離脱し、不調でも竜アを使うしかない。目先で動く中日の編成部門が元凶ではあるが、昨年は立浪監督の希望に沿ったのだから監督の責任も無視できない。ショート龍 セカンド村松は与えられたレギュラー、競争に勝って実力で奪ったレギュラーではない。また、石川もまだ実績がそんなにあるわけじゃない。のに最初から4番を与えられた、ライバルがいて、競争に勝って、とかじゃない。昨年、京電と阿部を出し、チームを変えよう新しくしようとして、どこか急ぎすぎたような気がしてならない。 も安倍もまだまだ老け込むような年齢ではなく例えばショートを竜亜と京田で競わして状態の良い方をスタメンで使ったりしてお互い切磋琢磨して競わせればよかったんじゃないかとにかくチームを変えよう変えようと焦りすぎ何じゃないか。 正直言って監督やコーチなど育成指導者経験のない者が監督やコーチをやって選手の能力や上達力などが見極めることなどできない今の中日が勝てないのは監督やコーチの経験不足も要因の一つだと思うまずは立浪さんも一度監督業から離れ他球団のコーチなどを経験し勉強してから再度監督を引き受けたらどうか ドラフトでもどんな選手が必要なのかおのずと見えてくると思うショートリュウはセカンド村松勝ち取ったレギュラーではないのが痛いファンなら本来は到底レギュラーではない選手らが中日では出ているだから最下位悔しいが納得今年のドラフトはいい素材の選手が例年より豊富だと聞きます 2年連続再開がほぼ確定ですがある意味どういうドラフトになるか楽しみです。